大円林は、吉丹の人物。強領の皇帝を称した。牧会の皇王大祖坂への七世の孫とされるが、その系譜はつまびらかではない。元は、吉丹の東京赤里軍つまびらか、穏やかだった。当時の東領の地は、戸部市の藩商い竿らによる過烈な支配によって民から、冤差の声が渦巻いていたが、これに乗じた大円林は、 太平九年八月三日に、北海移民を集めて決起し、藩将君、戸部福祉の王よしみと四早軍都市騎士の昭破徳を殺害し、東京留守の将高志崎とその妻の何洋公主を捕らえて、東京領養府を占拠した。天根京皇帝を称して、国語を、京領、元号を天業とした。九月に、王府進むの皇義則を高来に送って建国した。 ことを伝えた。10月に、小高氏敦氏率いる吉丹軍の攻撃を受けたが、12月に、大志の大野部帝を高麗に送り、高麗と女神の力を合わせて吉丹に対抗しようと、申し出て、吉丹の上行流戦府を攻めようとしたが、高麗からは3位を得られず、吉丹への長考を中断させたに止まった。カバの水で、吉丹軍に敗北を喫して、翌天行2年に、 両洋府に退却し、吉丹軍は、両洋府の外に城塞を築いて包囲するなど、長期戦の構えを見せた。しかし、8月25日に、武将の洋商与が、吉丹軍に内通して、両洋府の難問を開け、大円林は流入してきた、吉丹軍によって捕らえられた。その後の大円林の消息は不明だが、一説では、この大宅が高来に亡命して、 密用大騎士の祖になったとされる。ありがとうございます。